アセアンさん閣歴訪中のムンジエイン大統領が14日、最後の訪問国であるカンボジアへ向かう。これを前に、ムン大統領はマレーシアでの最後の日程である、カンハイフンマレーシアビジネスフォーラムに出席する。ムン大統領はこの日午前、マンダリンホテルで開かれる、カンハイフンマレーシアビジネスフォーラムに出席し、 基礎演説を行う演説で文大統領は、マレーシア政府の東方政策と韓国政府の新南方政策が結合すれば、両国の経済成長において、多大な効果を上げることができるとの点を強調するものとみられる。